ツールを開発していこうと思います。2はい、これで半球だかければいいですね。行きましょう。みなさんこんにちは、いっしーです。米村善蔵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も元気よくいきましょうか。はい、頑張りましょう。はい、今回は台風を科学していこうと思います。台風の今回は何に、特に台風の回転方向についてやっていきたいと思います。今こちら持ってるんですけれども、渦巻きを作るおもちゃですね。ペットボトルにポンと投げて、砂時計みたいになってますけど、これを台風に見立ててやってみようということですね。はい、はい、地球焼きとしてダイナーさんに手伝っていただきたいんですけど、ここ、はい、が地球、うん、地球っぽいっすよ。これが台風。はい、台風は本当は下から上に上昇気流が上がるんだけど、それ大変なので上から下に水を流しますけど、原理としては同じ。地球はどっち回りかってさ、よく分かんなくなっちゃうんだけど、南を向いてるとします。南を向いていたらどっちが東ですか。どっちかですね。よく分かんなくなる人いるんだよね。左が東、東、右が西で、で太陽は東から上がって西、上がって西から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 上がって。パカボンのパコは違うんだっけ？逆の東。地球は北極の方から見たら北半球は西から東。うん、今これ上から見ると反時計回りですよね。はい、回ってるとなりますね。皆さんにして、はい、時計は今回ってた。詰まってないかな。出てる。はい、出てない。おー、早っ。危ない。急倒れた。頑張って。回るの。反時計回りに回ってます。はい、いただきました。はい、じゃあ反対回りもやっとく。反対回り、時計回りに、はい、時計回りの時はどうか。うまくそう、ね、目回るわ。すいません、ありがとうございます。はい、あげる。ありがとうございます。地点がきっかけになって、上から見て左回りか右回りかが決まるということですね。はい、今のが、うん、だから台風の渦巻き、はい、渦巻きと同じ。地球の自転、はい、北半球だと反時計回り、ジャイアンに反時計回りに回ってもらったら渦巻きも反時計回りになります。でついでに反対に回ってみたら反対の時計回りになりました。はい、できっかけがどっちになるかで渦巻きは決まりますと、はい、いうことなんですね。じゃあなんでその渦巻きの機械ができるのか、大掛かりなやつでやってみましょうか。はい、ということで、はい、イッシーが用意した危険な地球。はい、やべえな、これ地球か。2人しかいない、地球人。そう、これは星の王子様みたいな小さな星ですね。あー、ちょっとメルヘンですね。やることメルヘンじゃなさそうだよね。2人に乗ってもらいます。誰だろう。2人しかいない。すいません、ダイアンさんとデビタニさん。なんでだよ。ちょうどその年がダイアンさんに乗ってたのに、結局2人そっくり返った。ちょっと待って、ちょっと撮ったダイアンさん。ポンと投げる。はい、今はできるの普通にね。ジャイアンさんが最初僕シッペチョコしたんですよ。の時に回転してるとどうなるか、はい、地球は自転してるから、そうですね、地球ですからね、これは。やべえ、始まった。行きましょう。地球超怖え、超怖え、地球超怖えんだけど。バランス取って。やべ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 。行きましょう。
緊急は早めにね。よいしょ。よいしょ。はい、よいしょ。はい、行きますよ。行きますよ。よれよれよれ。早いと遠心力で振られるんですよ。投げたら僕からは右に行っちゃいます。ああ、僕から左ですね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャイアンが投げるとボールは右にそれていく。ああ、右にね、はい。投げた人から見ると、はい、進んでいるボールが右にそれる。ということで、反時計回りしている三球でボールを投げるとボールは進んでいる方向に対して右に右にとそれますよっていう。はい、でこの力を折り折りの力と言います。はいはいはい。ゴリオリオリオーやり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 はい、楽しくなってね、楽しくなりますね、はい、これも皆さんね、ゴリオリの力印象ついてると思うんで、変な意味でね、はいはい、これをもう少し分かりやすく、模型で紹介しましょうね、はい、こちらが、はい、一種が作った模型回転板地球を平らにしましたみたいなことですね、はい、北半球だったら北半球であれば、はい、OK転がると跡が残る。黄色いところから着地するように転がしてみてください。はい、で、まっすぐ転がしたんですけれども、右へぐわーんと曲がって、はい、すごいカーブ、すごい、うん、今度はもうちょっとこの辺をこうする感じで、はい、ここでスタートして、スタートしみて、こうやっぱり右側に曲がっていく、うん、右にと曲がって、はい、行きました。僕としてはもうまっすぐ転がしてるだけなんですけど、カメラで見るとボールはまっすぐ、跡が、跡だけが、ピエビちゃん入れてジャイアンで言えば投げたのが曲がって見える、あ、さっきの回転と同じような、真ん中からここからこっちへ投げたらどうなるんですかね。やっぱりどこからやっても右にそれてますね。こっちが動いちゃってるので結果つく後は曲がっちゃってる。でも乗っている人はこの回転しているテーブルと一緒に回ってるとするとこういう風に見えるとかね、はい、で僕たちはまさに回転している自転している地球にいるので、はい、正確に言うとキャッチボールやるときにわずかに右に投げに曲がってる。でもそんなの気にしたことない。24時間で1回転、そうなんです、はい、でこんなに早く回ってないっていう話。ゴルゴもコリオリの力を読んで狙撃したって言ってましたもんね。何巻だったかな、あったよね、はい、ということでコリオリの力が分かる。はい、では北半球ではなぜ台風は左回りか。これ台風の目、台風って低気圧、圧力が低い、赤道付近の海が温められて上昇気流ができるわけですね。気圧が低いからそこに周りから空気が流れ込んでくる、はい、降ってるのと同じだもんね、うん、そのままだったら周りから、はい、空気がまっすぐ入ってくるだけなんですけれども、うん、さっきのこの台とか回転の椅子でやっていただいた実験のように、うん、北半球のような反時計回りになっている空間では、うん、右方向に曲がる、この風の目に対して、するとレンズが右方向にそれ、その結果こっち向きにこう回転が、はい、渦ができていくと、うん、これは左回り、反時計回りになりますよ。なるほどね、はい、流し台とかお風呂で線を抜くと北半球だと反時計回り、左回りになるよって話あるけど、はい、あれはどうなんですか。あれは流れて落ちるまでの速度がすごく速いので、うん、回転の影響そんな受けない。水が流れているとか、流し台がちょっと傾いてるとか、なんかそういうことで決まってしまっていて、はい、あれ伝説だよね、はい、北半球では左回りっていうのは、うん、で、南半
お、じゃあ南半球だと思うんですか。ねえ、北半球だと半歩テーマ、うん、もう南半球だと時計回り、南半球だと折り折りの力は回転が逆になるので、ボールを投げた時にボールは左に曲がること。ゴルゴも南半球だったんですよね。なんかちょっと右側を狙っていたんですね、左に曲がるところ。なるほど。フーポーの振り子ってあります。触れてる時にコリオリの力を受けるかな。緯度によって違うけど、はい、北半球では右に少し曲がって、また右に曲がって右に曲がってから回転しちゃうわけ。南半球だと逆回転ということで、南半球だと台風はこっち回り、南半球だと時計回り。今だったら気象衛星からのね写真で雲の流れが見えるから、ぜひ観察してみると分かると思います。今回はこのコリオリの力を使って台風がどっち巻きになるかっていうのを実験を交えながら解説しました、はい、台風の季節ですからね、気象にもね、はい、興味を持ってほしいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。